売り場のご紹介、ショップツアーをやりたいなって思ってるのと、この間のメンズも上げてましたよね。はい、そうですね。メンズも上げてました。はい、それでちょっと、まあ、企画を真似させていただきたいのと、いいですね。あと、私ちょっとまだ秋冬物買い物してないんですよ。なんで、はい、ちょっとその買い物もしつつ、うん、ショップツアー兼ショッピングツアー。あ、なるほどなるほど、はい、おいいですね。ね、やっていきたいと思います。はい、はい、ではすいませんが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速、じゃあまず消毒からねしていきます。そうですね、今の時代、はい、消毒からです、何でも、ね、とマスクね、マスク、はい、ちゃんと着用して、とちゃんとスタッフは出勤前に熱を測ってきておりますの で、 そうです、はい、安心してご来店ください。はい、はい、じゃあまず入り口から、あ、これ外から撮った方が可愛いかな。このワンちゃんがお出迎えしてくれます。と今はマルジェラコーナーですね。ワンちゃんマルジェラコーナーです。そう、今もう入ってきたばっかりなんで、お財布とかいつもすぐなくなるんですけど、たくさん揃っております。ああ、本当にたくさんあります、まあね、プレゼントとか、まあ、もちろん自分用にもおすすめとなっております。はい、で入り口はもう何て言うんですかね、ちょっと夏物、あとリゾートっぽい感じのものだったりとかをいろいろ入れます。いや、私も決めてるものがあって、え、もうこの時点ですか。はい、え、どれですか。このバッグ買います。おー、ついに。はい、前回ちょっと欲しくて全然買えてないって言ってましたけど、はい、買います。本当に買うんですね。これはまず1個、これ絶対買います。ちなみにそれは豆のハンドバッグ。はい、はい、もうお客さんが持ってるやつ見たら欲しくて欲しくて、私も買っちゃいます。あるあるですよね、あるあるす、お客さんの持ってるやつ欲しくなるっていう。そう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 、おすすめしたら自分が欲しくなるやつね。これ、この中だとこのメゾンドリリスの帽子、めちゃめちゃ可愛いんですよ。ちょっとかぶってみよう。いや、これいいですよね、本当にいいですよね。うん、この影がやっぱ可愛いよね、うん、キラキラ、はい、顔を華やかに見せてくれるというか。そうですね、ね、マスクこんな帽子ないです。あ、マスクつけても全然圧迫感ないですよ、ね、そうそう、てる感じ、ちょっとこう抜け感のある帽子というか、はい、これめっちゃおすすめです。これは新色で、あの秋カラーが入ってきました。へ、うん、なんか夏物なんですけど、こういう色を取り入れるとちょっとこう秋っぽい感じで、なんか新鮮さが出るかもしれないですね。はい、要はこれとちょっとこういう黄緑がかったような、そうですね、ちょっと緑っぽい、うん、とこのカーキ、カーキですね、はい、とベージュ、ベージュで、このタイプもございます。はい、はい、もうまだまだめっちゃくちゃ暑いですし、帽子はもうおすすめですね、かなり。うん、と、まあ、サングラスとかもね、必需品かなって思います。サングラス、サングラス、サングラスもこういうちょっと色の薄いものがね、いいですかね。とビューティフルのコーナーがあり、これもビューティフル、はい、で、こっちちょっとメンコーナーよりなんですけど、トーガのサンダルとか、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。そう、新作たちが入ってきました。こう見てもいいか、サイドバーブーツ、サイドバーブーツめっちゃ可愛いよね。へえー、しかも軽いですよね、めっちゃ。とにかく軽い。そうですよね、めっちゃ軽い、めっちゃ重たそうに見えるけど、めちゃめちゃ軽いです。めっちゃ歩きやすいし、履きやすかった。あと後ろいいですね、やっぱメタルが、うん、ね、メタルも唐辛子デザインになっております。このカットとかね、かわいい。とロングもね、ロングロングいいですね。そうです、ロングブーツで、じゃあ早速リリースコーナーのお洋服たちを紹介していこうかなと思います。はい、まずはこのちょっとカジュアルゾーンで、カジュアルプラス、あの今から着れる新作とかを前の方に集めてきてます。ちょっとこう、もうテンション上げてもらおうっていうコーナーですね。なるほど、はい、まあちょっとこうカラーものだったりとか、色物、カラーものとか、リラックス系、スウェットとかのリラックス系とかも揃ってますね。
ちょっと昨日たくさん新作入ってきて、エンホールド、これめっちゃ可愛くない？ベスト。あ、ベスト。開いてるんです。すごい変形ベスト。欲しくて、これちょっと後で着てみようかな。あ、これ買い物リスト1。あ、買い物リスト1。2。もう今すぐ着れるものが欲しくて、私はちょっとこれを2つは後で着てみます。これ買い物リスト1ね。じゃあ今で3つ目ですね。うん、バック合わせて。と、ラインバンドとストークが入ってきました。お、結構もう冬物だったりとか、ちょっとこういう可愛いデニムのジャケット、デニムジャケットウエストがこうシェイプされてて形がめちゃくちゃ可愛いです。お、これラインバンドで、スドークはこういうちょっとニット系、面白いでしょうか、ぽいですね、すごい。あ、これクシュクシュって全然見なかった。あ、そういうことですね。そう、切るの可愛い、ね、片腕だけですか。そう、片腕だけ、ちょっとシースルーでめっちゃ長くなってます。へえー、面白いですね。とか、新作で言うと豆と、まあ豆とフォトコピーはね、もうご紹介させていただいてますよ、はい。で、あ、これもラインバンド、これも来たらめちゃめちゃ可愛かったです。ショート丈でかなり個性派のニットなんですけど、すごいね。すごいでしょ。めっちゃボリューミーなの。でもなんかこの辺のデザインが結構シンプルなんで、あの肩周りはかなり華奢に見せてくれるデザインになってました。まあそんな完全、そのなんですかね、まあ、ショート丈ですよね、これ。めっちゃショート丈だから、あのこれで全部だとちょっとしんどいですけど、うんうん、そう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 、ちょっと短くあると、まあ中に普通の白 T とか入れてもらったらいいですよね。めっちゃ可愛いと思います。でデニムとか合わせたらね、可愛いよ、めちゃくちゃ。ああ、いいですね。あ、うん、こう見たらめっちゃいいですよ。でしょ、はい、そう、おしゃれです。こういうのは意外ともう熱いうちに買っとかないと本当なくなるんで、はい。あ、でも私これこの間フォトコピュー YouTube でご紹介してから、もうこれが欲しくて欲しくてしょうがないんですよ。これちょっと羽織ってみようかな。あ、お願いします。今実際でも今日の買い物の目的的には、はい、もう今すぐ着れる新作、外でも着れるやつね。まあ、これは今すぐっていうよりかはもう少し涼しくなってからですね。でも買わないとなくなるよねっていう、今ちょっとどうしようって焦ってるところですね。9月にはないです、うん、おそらく。こんな感じ、パサッと羽織ってもかわいいよね、おしゃれ。いいですね、やっぱり、ね、そうなんです。とか、あ、買い物リストまだあった。あ、ちょっとどんどん増えていく、どうしよう。この中にですか。そう、豆、もう豆ばっかり買っちゃってるんですよ。私前のほら買い物、みんなで買い物紹介した動画あったよね。はい、ありました。あれでも豆ばっかり。そうです、あれもワンピースですもんね。そう、これあ、パンツ、パンツめっちゃ良くない？これこれ良かったです。渡辺さん履いてるの見て、あ、結構いいな。シースルーになってて、すごい涼しくてめっちゃ可愛いんですよ。足のラインもなんか綺麗に見せてくれるワイドパンツで、うん、こんな緩やかな素材なのにすごい綺麗でしたね、足のラインが。びっくりしました、うん、これちょっとあのエンホールドと一緒に後で着てみよう。はい、この辺とかちょっとまだ紹介できてなくて、次の YouTube、 次か次の次とかの YouTube でこれも紹介したいなって思ってます。このシリーズ、ミリタリー系のコットンシリーズ、うん、めっちゃ可愛くておすすめなんで、どうぞね。はい、で、あ、リゴターのバッグ、もうわ、すごい新色が。そう、前小さいサイズが入ってきてたんですけど、はい、今回はちょっとこう大きめでめちゃくちゃ持ちやすい、あ、使いやすいサイズで入ってきました。しかもなんかこのメタルじゃないバージョンもあるんですね。そう、これこのタイプしか知らなかったんで、今回初かな、出てきました。あ、そうなんです、新作で。でこっちはちょっとこうストライプの縞模様になってます。で、つぶつぶが、そう、ゴールドで、これはシルバーもございますね。あ、全然違います。ね、かっこいいよね。結構問い合わせで大きい方のサイズないですかって言われてて、今回入ってきたので気になってる方はぜひ。あ、そう、これロゴがつきました。うわ、めっちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛いよね、はい、
シルバー超いいですね。これでしかも33,000円とか税込みで。しかもリボターの実物見れる店舗多分めっちゃ少なくて、あのハービス店置いてるので見に来てください。お願いします、はい、そうなんですね。そうなんか多分ポップアップとかじゃないとあんまり見れないかも。あ、通販が多くて。あ、そうそうそう、なるほど、珍しいですね。ではここにもね、この形のいかま口でこの横長とちっちゃいこのコロンとしたサイズが入ってきました、うん、でアクセサリーですね。よいしょ、千原が今すごい揃ってるのでぜひ見に来てください。もう千原ちょっとつけてみようか。よいしょ、このね、やっぱり指輪とか、まあ18金なんですけど、全部この本物の可愛さみたいなのがあるんで、うん、もう重ね付けしたらめちゃくちゃ可愛いんですよ。こんな感じ。これはゴージャスな重ね着ですね。ね、めっちゃおしゃれじゃない。いや、おしゃれです。もう格上げされまくりでしょ、うん、なんかもう全然やっぱその本物の輝きしてますね。ね、こう馴染むというか。そうなんです、肌にも。ちょっとこういうね、うちはマットなタイプでオーダーしております。いや、本物です。これはこのピアスもね、定番で人気のタイプですね、この立体的な、うん、あ、そうだ、今長野で豆の展示を美術館でされてるんですけど、10周年記念して展示会をやられてるんですけど、それに合わせて発売された本をね、送っていただきました。めっちゃ素敵なこの 10年の歴史がね、載ってる本なんですけど。普通に本屋さんで売ってるんですか、これ。いや、本屋さんでは売ってないと。アマゾンだけとか。とか、あの本当にその美術館で発売されたりとかしてますね。美術館はじゃあこの豆特集みたいな。そう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 。めっちゃすごいですね。その10周年のね、やつをやってるの今。8月中やってたかな。ちょっと後で見てみますが、これまあ店頭に置いてるのでよかったらね、取ってみてください。はい、今このエコレザー、シンセティックレザーのシリーズがね。シンセティックゾーンですか。そうです、各ブランドからいっぱいおしゃれなのが入ってきてるので。多いですね、今年やっぱり。そうでね、この辺ミラーも可愛い。ちょっとこうミラーはね、カラーものが入ってきてたりとか。エンホールドも8月入荷分で次の YouTube で撮影しようと思ってます。あ、お願いします、ね。これも羽織ってみよう。まあこれが羽織っていうのがポイント高いですね。うん、どう。あ、もうすごい独特、横から見るとちょっとこう後ろがサラッと感じの、すごいラインですね。はい、でも後ろリブついてるんで、うん、なんかキュッとこう可愛く収まってくれます。そう、丸っこい感じがね、めっちゃ可愛いんですよ。これほんとおしゃれで、ボタンが1個だけついてるんですね。そうです。おお、欲しいものが増えていく。これじゃあ、あれですかね、リスト5ですか。そうだね。どうする、決め切れるかな。もうちょっと難しいかもしれない。不安になってきた。どうしようかな。こちら、はい、セールコーナーですね。セールももうまだまだ掘り出し物めちゃめちゃあるんで、もう今すぐ着れるもので安く買えるっていうね、かなりお買い得ゾーンになっております、うん。ちょっと中央はこの今一押しのグリーンカラーをまとめてます。かわいいよね。いいです、このゾーン、うんうん、ちょっとポイントでやっぱ夏はちょっとカラーものを入れてもらうとかわいいので。じゃあちょっともう着ていこうかな。はい、ね、決めていかないとそろそろオープンの時間が迫ってくるので。そうです。で、コフをあぶり出して考えてもらえれば。とりあえずこれ作ると、ああ、そのパンツを合わせて、はい、お願いします。してみます。はい、はい、ちょっと試着してみました。どうですかね、これめっちゃ可愛くない。こんな感じになる。もう買います。ああ、もう確定で。これはもう確定。めっちゃ形綺麗やし、涼しいし、もう今すぐ着れるという
私の要望にもバッチリ答えてくれている。ああ、もう全部揃っちゃってる。うん、かわいい。足切りに見えるし。このベストもでもめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いですか？すごい。着るとより。普通に試着なんで、めっちゃタグついてますけど。そう、着るとより可愛いよね。しかもこのアームホールがめっちゃでかいから、なんかこうブラウスとか重ね着してもすごい可愛くて、なんかルックでは結構こうボーンってなった、ちょっとかなりふんわりしたブラウスを中に着て、そういう合わせ方もあるんですね。そう、まあ、それはもうちょっと涼しくなってからで、今はもうこう涼しく、今はこれぐらいね、はい、の感じでノースリーブで、そう思ってます。でちょっとサクサクもう一個も着てみたいと思います。はい、これ二つ目、さっきのやつ T シャツ着てみました。これ着た方が可愛くない？めっちゃこの袖のボリューム、めっちゃ可愛い。いや、めっちゃいいですねこれでも、これもちゃんとあの詳しくは次のそのエンフォールド8月入荷分の動画でご紹介しようと思ってるんですけど、いや、めっちゃ可愛い、めっちゃ欲しい、うん、どっちもいい。これしかもたまり方どうなってるんですか？これここがゴムになってるから。あ、そう、シャツでここだけ切り替えなんですよ。だからこう溜めてボリューム出すことができるんですよね。で張り感あるし、こうちゃんと形が出てくれるっていう。なんかこういう広がる裾とか腕が広がる服って結構まあ多いじゃないですか今、うん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 、でもこの広がり方ちょっとまた特殊ですね。そのリブがこうグッとついてる分、ここからこう広がるから、なんか見たことない形なんで一瞬わからなかったです。そうなってる、可愛い。なんかスカートとか履きたいかも、下こうちょっとボリュームがあるやつとか、ね、はい、ね、絶対可愛いよね。絶対いいですね。にブーツとかはしても可愛いし、これにあのトーガのブーツを話してもらったら完璧ですね絶対可愛い。それはじゃあ次のあれでやろうあれで、はい、あれでやります、実証ちょっと悩みながら着替えますね、はい、最後のじゃあ締めで何を買ったか発表したいと思いますはい、お願いします、はい、はい、ではショップツアー兼ショッピングツアー、めちゃくちゃ個人的なショッピングツアー終了いたしました。はい、ありがとうございます。結果全部買うっていうねあ、もう全部いっちゃうと。いや、もう全部すごい、4点ですね。はい、このパンツてか黒ばっかりになっちゃった。確かにこう見たら黒が黒の気分なんだと思います。ちょっともうなんかシンプルな気分。ああ、うん、もう色っていう時点でも黒はシンプルですもんね。そうまずとやっぱ夏だし、その薄着じゃないですか、はい、黒で着痩せしたいっていう願望。ああ、なるほどあでもそういうのもありますよねでも確かにって感じで、もうこれ私の買い物今月終了。おって感じで今月結構行きましたね、はい、結構行っちゃったね、はい、まあでも頑張って働こう、よろしくお願いします、はい、今日もう早速着替えて飛んだちますのではい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、もう西浦だ、もうすぐね、もうというかお盆の今日から、今日ってあ、そうですね、いや、今日からの方います。今日からね、方多いよね、はい、めちゃくちゃ連休の方多いと思うんで、いいですね、なかなかね、やっぱり旅行とかも難しいと思いますので、で、西梅田って結構あのそんなにそこまで人は集まらない場所でもありますので、はい、よかったらぜひ覗いてみてください、うん、感染対策もしっかり行っております。はい、安心してご来店ください。お待ちしております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。